はいどうも、ちまちょこりうるおうです。よろしくお願いします。 えー本日はですねまた新しいゲームというかねプレイしたいなというゲームプレイさせていただくんですけれどもまあその前になんですが実は最近ですね私あのこのチャンネルにね動画を投稿できない期間みたいなのがあったんですよまあこれはあのしてはいけないとかいうわけじゃなくてね自主的にちょっとあのまあできなかった期間があったんですけどまあそれが1週間ぐらいありまして珍しいことにねでその1週間の間まあ私も次何の動画あげようかなって言って考えていたわけですよ一体何の動画 復活というかね活動を再開しようかなーって考えた時に出てきたのがやっぱりまあちょっと声を張るっていうわけじゃないですけどねやっぱ元気だよーっていうのをね皆様にお見せできるっていうのはやっぱ声量っていう部分あるのかなというふうに思いましたんでまあこのゲームを選ばせていただいたんですね私が前々から気になっておりましたあるゲーム今回私がプレイいたしますゲームはこちらテケテケというね えー、ゲームでございましてね、私は今、初見でワクワクしておりますけれども、皆さんはもうすでにご覧になられている、おそらくガッチマンでということで、間違いないでしょうかですね。ホラーゲームでございますね。あの、ま、あこんなホラーゲームでワクワクすることは、ま、ない。あのね、とにかく取れなかったから、 もうみんなの前で喋りたくてたまんないわけ、今私はね。そういう気持ちもちょっとぶつけながらなんで、いつもの私のホラーゲームじゃないかもしれないですけれども、できるだけ私は今回はね、楽しもうというふうに思ってますんで、では、えっと、これもう全部英語なんですかね。多分そうでしょうね。スタートゲームでじゃあ、始めていきましょう。うーわ、始まった。ムービームービーみたい、これ。うーわ、最悪、もう。 楽しくないかもしれんけどどうしようえなんかしまったけどなあ始まったオッケー始まったあちょっと待ってやばいやばいちょわかんままちょっと待って一回ちょっとマウスのセンシビティ解説してマウスのセンシビティが偉いもうちょっとこれでいいロ,ロ,ローセンシーやからシュラウドと一緒やから俺あ、オオッッケーケーオッケー,オッケー明るく今しましたんで皆さんにもこれで見やすいかなというふうに思うんですけれども まあ今はもうあのー、とにかくゲームしたくてうずうずしてたんでぶっちゃけもうあのー、初めて楽しいと思ってます今うわい、うん、誰もいないあ日本語で喋ってくれる変なの誰もいないとこれ駅かなかなぁと思うんですけどこっちでいいのかなこれトイレやろここはうわうさるさうん曲がへんのねオッケーオッケー,っーこっちは もう一個扉があって。うんうん。あ,あでもこんなに明るかったら全然なんか、ここで視力検査してもいいっていうぐらいやん。ぐらいやん、俺。うわあちゃう,かうわ、うせやん、ちょっと待って、これ開けらかや、早速。うわ、マジで言うてんのかよ。これな、ほら、あるあるの説言をか。もうこ、ここ、ここはまずないね。うわうるさいなんでこんなうるさいねん。音下げてえけちょっと音下げへんけでこれぐらいでしょ 何もなもいのにこんなびっくりしてたらちょっとキリないわさすがにあこれでも和式ベンジやね和式ベンジやわこれもううるさいぞーうるさいうるさいよっしゃほらここやね問題はここやねこここ,ここが何もないね俺の予想を言おうかここ何もないです開けるやんえ何もないんかいファこっち見ますなんかそっからなんかビジ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 ,ビジヒョンこれわかる あ、ここ,ほらあ,るあ,るこ,こあれ何もないんかこっち見てここちょっと開いててバタンって閉まるとかもうそここフィジー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 ビヨンまあ見といて行くでうわっうんうわっあかへんねんけどなんかうわっうわっ,っ,うわっこっちえっあれここ何もなしマジで あれここ何もなしのやつかもじゃん。あれおかしいな。なんかあるはずやねんけどな。最初にゲホラーゲームなんか一発かましきょ絶対一発かましきょうのもニュー目に見えて分かったんだけど、こことかはじゃあ。開く開いた。これ何室これ。これだいぶ背高い人入れる部屋やな。これ。これちょっと行回閉てみておくか。あ、これスリッパ置いてあるな。あ、これトイレの延長線これ。掃除用具入れなのかな。 それかよこれほんでドライバーこれネジを締めたり緩めたりするのに使用できますうんそれは知ってるけどプレスインベントリーボタンでこうかこれでゲットできますよってことかなんかだからこれ使うやつがあるんじゃないのそのドライバーを今のところまだそれは見当たってないと思うんだけどねあここなんか押せるぞホールド S2 あ何これとかもう全然意味分かんないけどホールド S とか出てきてないけどこれはあっあここなんかフューズここフューズやフューズほんなら探しに行かなあかんってことちゃうこれこのだからこれドライバーをなんか使うっていうことやと思うねんけどなこれほんならここにこれ使ううわっうるさい何やねんでこんなうるさいねんもうなんかもう耳につくわー全部 あ、なんかもうむっちゃ暗いやんここでもなこれこういうとこはこれこうへんねんこういう一本道のところでくる <laughs> こんなとこできたらもうほんまマジ笑っちゃうからはっきりしょうむなって言うたるわそんなことないんだってここで逃げられへんねんてこのーってこんな来られた時に俺逃げられへんやん自分で見つけて初めてホラーゲームっていうのは怖いわけそれがこんなところでわーって出来が出てくるようなことがあったらもうそれはホラーゲームじゃないやんなはよ出てこいよほんでほんまに出てこうへんのかいん あかん何これ大丈夫えなんで俺そんなん持ってないで <noise> あっあっえあこれ男子便所ってことあ,あこれ先来れへんかったとこちゃうもう地面とか置いてしもうてるやんもんなこれてかでっかないなんか知らんけどこの男子便所もうこれちょっとした田舎のアパートぐらいあるでこれこれ 何これ左から101でいいと思うけどもでも101から開けていくでこれ多分開けなあかんからううううっっっっっちょっともうといえってくぬるって見てるとかそんなないよなもうほんまそういうのだけはやめてなこういうのはもうないなほら見てごらんこれなんかどう考えてもこのなんかおかしないこれザザコお化けかこれの服か俺がミニモニかしかないで。 だってこんな、こんなわけないこんな長いわけないもん。リアルガリバー旅行機って感じ。あ、ヒューズや。よっしゃよっしゃよっしゃ。ヒューズだだかもえ、黙々書いたらいいってことやんな。多分ヒューズははめるんじゃないかなと思う。なんでこんなことしてんのかとかもう全然わからへんけど、とにかくあれでしょなんか、女の子が主人公なんですよね、これね。閉じ込められちゃったみたいなことなんかなもしかしたら。なのかなと思うけど、ここにほんとこれヒューズ入れるんじゃない え、むちゃくちゃサクサク進んでおりません今。あ、うるさなになになにちょっとどこ見たいかちょっとどこ見たいかだけははっきりして。実況者として。なに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 なえ、なに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 かにな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 なに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  ち俺行ってないから多分こっちで何か起こったんかな行ってないから何が変わったとか分からへんけどえこれ駅なんよなでじゃんかなうるさします。う,うん6分後に着くんやってせめて5で刻まんあここホームねはい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 ここで割っとけばいいんだじゃあ6分後多分ここのなんかドアが開いたとかそんなんねだろなさっきのは。 ただなんでなんで6分のやなうわ見てこれとかほらたこ焼き焼き器みたいになってるやんこれほらたこ焼き焼き器 <laughs> <laughs> これ6分ってほんでえこれど,どっかで待っとかなあかんってことないのえ6分今から待っとかおおやっぱ降りてもうたけどえ大丈夫これこっからだけ降りれますけどあれ あれ俺、完全にこれやってしもうたやつちゃうか。あかんわ。俺、これ完全に俺やってしもうたやつうこれデバッグが入ったんちゃうか。思わぬところで。俺、いつも配信にしか寄らへんから。あ、多分俺、そうやわ。これ思わぬところで俺、デバッグが入ったんやわ、きっと。行ったあかんっていうか、行く設定になってんところに俺、行ってる、しまってるんやと思うんやけど。あ,あ、ほら。ごめん、みんなデバッグが入った。<laughs> <laughs> あ,あ、こっからなんですね。コンティニューが、ほんで。 まあ何も起こらないってことがもう分かってるので6分待てばよかったってことでしょだから次の電車は6分後に到着いたします。はーい6分待とうもう6分待ちまーす。待ちましたって場所がアイシューズチェックムアップアイシューズチェックムアップやってこれこれ見とかなかんってこと何もう見れへんでこれ。アイシューズあこっちかこれ見ろってこと

ダメおう,うわ今ギリギリ当たらへんくて側面にグースリーンするやつじゃん側面にグスリーするやつや,にすすや,つやうわ何やねんほんのこのテンションが座悪の中身みたいな作りしてんな, <laughs> <laughs> なウルトラマンの隊員みたいな色合いして。 え、何何,何,え何もうウルトラマンの単位はほんで見やんでいいのめっちゃ暗いんやけどほんでガチクラスワロタやでほんまこれちょい,い一回ちょっとそこの回収電灯やろこれんこれがえっ回収電灯が悪い何言うてるかあんま分からへんけど,どえどういうこと西洋風のとか言うのも何も分からへんけどえこれ何これ これご近所さんだすいません、ご近所さん。ちょっと、お力お借りしていいですほな。これ、光って書いてるから、そうやろこれ、懐中電灯やろこれ、まあ、持って。ああ、おっくうくうくうくえ、で、これ、どっち、なに、どこに行けばいいのここらへんかなえ、これ、どっちに行けば明るい方行っていいんかなこっち行ってみようか、一回。なに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 っ。 ななんかおったなすいませんちょっとお話聞きたいんですけどここに入ればいいのすいませんなんかテケテケ,テケテかなんか言うやつ探してて今うわくらっマジで言うてるん信じられへんこのコロナのご時世に締め切りほんでうーわ引きますわこの間取りほんで見てごらんほらうわこれガチのホラーゲームの作り方してるこのゲーム うーわ、もうめっちゃ生きてるもん、壁とかなんかレンガじゃないのにレンガしてるし <laughs>。絶対俺自分の親やったら止めるわ、この生きてる壁も。いや、もうこうガチのオラーゲーを熱やって。バーンとかどうせそうなんやろテケテケって何本で、テケもう未だに分かって、何もテケテケの要素が全然分かってへんからさ。あ,あ、こうやろあ、こ光って、なんかおるわ、あれ。んもおらへんよな。なんで電気つかへんの、ここ。 よっぽど目いいのあっ入った。あ冷蔵庫や。冷蔵庫から。冷蔵庫からで、この洋風のなんか、家で葬式するときに食うやつ。ここもから。ここもから。あ、ここなんか色、いろいろ開けられるこれほら。ここも何もないな。一応開けといた方がいいんかな。あ、ほら、何かあった。なこれな。人殴るやつな分からん。これ何これ。まミート、ミートハンマーやって。 お人殴れてほんとこ,れこれバンバンってことお,お、持っとこうじゃん。あ、ここにもなんかあるで、ほら。ツナ。ツナやって、これ。なんでこんなアイテムを取ったりとかしてんのこの人の家で。堂々と。悪びれもせず。こいつ。何何をしてんのかがもう全然わからへんからさ。うあ、2回かな、あかんちゃん、これ、ほんで。うそー。誰かいんのにえ、だ、誰か、友達いるこれ。友達やったりするちゃんと。 ちゃんとしてくれるちゃんと友達してくれるやろうかうわっ、うん、あかん入れへんやった、うん、うわこれ2階やみんなこれ2階2階2階行けの脇やんこれうわっ !2 階行けの脇これちょここ,こことか開けていいこ一回こっしちゃうこれちょこもうもう呼ぶとかごちゃごちゃ言うなよもうこれ俺,俺の画面で俺の隅にささしてちょっと今ごめんやけどちょマジ余裕ないからほらもう勝手に降りていくでこの階段見てうわどっちかわからんこのもう方,方位がわからん こっちかえど、どっちにおったんかもわからへんだけど、何があの、1のドア、ほんで。うわっ、あ,っあ、ちっ、うわなんか、なんか、なんか、カイジみたいについてる、ついてへんか、わからん、ていかして。うわっ、ほら、カイジみたいについてる、ね、ここなんか知らんけど、簡単には戻れへんやってる。ちょ、近いドアからじゃあ見ていくうわ、もう、こことかもう、右側におるやん、すでに。 ちょっ,と待って、もういやいやいやそれはそれはちゃうやろうもうこれ俺やったから事前に気づけたようなもののあれもう絶対襲ってくるやつやでもうごめんそっち行かんとこは目に見えて分かってんねんからガタンとか言ってあれマスクとか落ちんねんでもうそんなもうほんまにこっちにあれはっ何やねん何なのこれここはどこ何言うてんねんお前とか何にも分からんとようあんなに物色できたなお前いや、違う 明かりわけがない明かりのわけがないな本物の世界じゃないお,<う>お前がここにいるはずがない、うん、どういう意味明るちゃんと説明して説明してくれへんこ,この世界は<う>まるで違う次元にいるんだ<う>もしお前が本当に明かりだったら<う>聞いて俺たちはもうおしまいだ 彼女から逃げ道なんてない。彼らたちは特に彼女のテリトリーにいるんだ。あかん、こいつだいぶ言ってんな。何言ってんの？ドア開けて。ここから逃げようよ。何言ってんのって。お前も彼女かもしれない。せやな。かもしれへんな。性格を真似してる。悪魔だ。まずお前が明かりだって証明しろよ。証明とかじゃなくてな。 もう彼女もこの人の家やがってここはどことか言うてるし意味わからへんしなちょっと別にそういうそういうのじゃないねんおじさんはそういうのじゃなくて何おじさんは何この男の子を探しに来たの今ちょっとまず見てへん部屋見てみるけどドアストップあドアストップもなんか手に入れられるであなんか勝手に閉まるドアがあったりするってこと彼女のテリトリーとか言ってたけどその彼女ってなんかテケテケってことなんちょもう何でもいいから早く出てきて なああれ出てこうへんねんけどこいつ引きこもって証明してみてたこと言われたから俺そんな証明しようがないねんけどないやこれここ,ここ行くじゃんこれここもう見えてんでんでお前,お前見えてんででもそれうわ絶対なんか来るわ違ううわっあっ違うわえこれ彼女ちゃうやろじゃあなこれと思わしてこいついい日になったりとかすんねんねこれ ちょっっっとととここう視界かから外れたい,いいいつて日になったりとかすん,ねんねそういうオチやねんこれもう目に見えて分かってんのこれ実は動かへんと思うやろ一回人間ってな一回かそうなんやって思わしたその余韻につけこんでくんのよその時一番人間って危ないねだからもう俺は学校は絶対動くと今もう死ぬまで思い続けるからな悪いけど俺が死ぬその時まで初めて言うて俺が看護圏に入った時初めて教えて俺にみんなあいつ動かへんかったよってこれは あ、これなんか、これなんかあるかも。これ、これミートハンマーでこれユースとかということちゃうな。これでもほら、緑でなんか押せようか、ここになんかあるんちゃうか。これをなんかで剥がすとかそういうことなんちゃうか。このツナとかが全然わからないけど、ツナとか猫やろ、多分これ。と思うねん。あんやん、その方が。ツナ缶で多分猫をおびき寄せる。ドアストップ、ドアが開かないようにするためのドアの後ろで使用されるものですが、別の方法で使用することもできる。 なんかストップさせないために使うこれ。これもちょっと一回ユースってしてみようか。これ例えばこれでこうじゃないやろ。んあ入ったえ嘘こう,そ,う <laughs> えそんな高度な謎解き今まで俺経験したことなかったかも。嘘やんうわ。初めてなんか嬉しかったわ。ピクチャーやって。 アートやけどはるかと全然見はるかと私の写真やねんってこれでもはかるかはかるって思うもう絶対いさやと思ったほらもうおかしいやろなああいくって言うたやろおじさん美こやって 文献によると彼女は電車にひかれた後時間をかけ苦しみながら死んだそうです彼女は線路から少し離れたところまで何とかはうことさえできたそうですできたんかいその後しばらくして彼女は死にかかった自分のもとに何匹かの猫が近づいてきているのに気づきました猫たちは死にかけの彼女の体を食べ始めました 彼女にできるのは誰にも気づかれない悲鳴を上げ続け、悲劇的な死を待つことだけでした。これが怨霊テケテケが猫を恐れていると多くの人が信じている理由です。果たして本当なのでしょうかいや、知らんけど。だから、猫をあれしようってことな。味方につけようみたいなことな。じゃあ。はいはい。もういいねやろ。もういい,うい,いわお前。 おお前、前前このも猫が守り神になるのは分かったけどえ、かといってそんなんこんなに置くとこあこれかあこれやこれをここにこうこう使うんちゃう。あの日映画に行って映画はつまんなかったけど、うん、とりあえずは最後まで見たんだよね。何やねんその話。何にもないようあらへんやないか。どうはかるこんこれ。 何も測れなさそうやけど。測るなの。だって。話して。めっ <laughs> ちゃ甘えるやん。おお。これ測るくんな。測るくん話してって言うてんのよ、うちの子が。うん、何今の。<laughs> 今のフィジフィジフィジの動きも何かわからんし。 はかるくんちょっと過激なコミュ障かもしれへんね、ほな。ねえ。もしかしたら距離感は測れへんのかなじゃあ、はかるくんは。ということなのかなそういうコーナーやろ。ちょ、もう、また戻らなあかん、よ、これ。ほんで。これ、これなんかあれやろ。これ、もうちょい一回閉めとくで。これちゃうの。これ、微光やん、これ、ほら。音量、テケテケのことを聞いて以来、家の中で安心できなくなりました。自分でも変だと思いますが、道を下ったところにある祖父の、 古い屋敷の中の方がはるかに安心できるのです。そこにいると落ち着くのです。屋敷は私の第二の家のようになっていました。祖父が失踪する前に、少し前に祖父は私に昔の恋人が彼を連れて行くために戻ってくるんだと言っていました。うーんなるほど。とにかく、まあ、そんなことはまあどうでもよくて、道を下ったところにある祖父の古い屋敷の中に行けっていうことを言ってんのかな、これは。はかるくんが書いたんかな、これほな。 これは、こ開けられとかせえへんのこれ、テケテケここに入ってテケテケしてへんこれ、ここで。してる自分。してへんみたいよ。じゃあもうここ出ろってことかな多分そういうことやよね。ここ出て、うわもうなんで引きだよねなんで引きだよね猫を、多分、だから猫をどっかでおびき寄せる。まあ、道を下ったって言ってるから、多分こ,こっちでいいんかな道を下って行って、こっちに。 っていうことなんかなかで、猫の勘を、だからツナ缶をどっかで使うところがあれば、ツナ缶を使って味方につけようよみたいなことかな。そはかるくみたいなこうほんで、あれ今関係なしな感じなんか音あったで今。俺、俺悪いけど、自分が喋ってても耳だけはすこぶりいいから、なんか。 完全に落としてる完全に落としてんでえっえっそういうのえなんかそのえっ何なんか後ろからペ,ペタペタみたいなことペタペタひついてくるみたいなそういうやつてうわ最悪や俺それ一番いらんわほんなうわもう現れてきてほしいだるまさんコロナ見たことやろあれ違う This is 何,ここ何時代の家やねんこれさあということでね本日はまあ一旦ここまでということになりましたどうだったでしょうかねテケテケしましたか皆さんの心はテケテケしましたでしょうか と、えー、いうことでね、今回、あのー、ま、あ半分ぐらいやらせていただいて、本当はね、一本の動画で終わらそうと思ったんですけれども、まあ、ちょうど1時間ぐらいになってしまいましたんで、まあ、30分、30分ぐらいでね、分けた方がいいのかなということで、ただもうこれ最後までクリアしておりますんで、次回でもちろん最終回ということになるわけです。これもね、もう事前にというか、一応マルチエンディングではあるんですけど、そういったところもまあ拾いながら、次回はいよいよ、そのテケテケと言われるね、妖怪というか、ま、あそれを見ることができますというか、もう襲われるということになってい ですね、なので、まあ、そこの部分今回はまあいけませんでしたけれども、まあ、どういう妖怪なのかそしてまたねどういう方にこの物語を完結させるというかねストーリーは終わるのかっていうところをね是非もうはっきりバッと待つとねもう最後のエンディングみんな見てないかわからないと思いますけどビシッともう簡潔に言うてくれるからだから是非期待していただければエンディングの締め方を期待していただければと思います、ね。 と言いますことで、えー、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回最終回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様本日も一日お疲れ様でした。